に今週も盛り上がっていきましょう。今回のゲストは先週に引き続きブラックマヨネーズ。2人がマイジャニメンバーと語り合いたいテーマは無駄にすんなよ青春。一体どういうことかというと、クラスでも、はい、垢抜けてるグループ、はい、おしゃれグループがあって、で普通グループがあって、はい、でまあちょっとダサいというのか、はい、まあ、ちょっと暗いとされてるというかね、はいはい、そういう3軍ありますよね、はい、まあ1軍なんでしょうね。おお、ありがたいですね。まあ、そうやね。で僕らはまあ言ったら恋愛的な部分で言うと思いっきり三軍やったんです。なるほど。そう、キラキラした青春を過ごしているであろうマイジャニメンバーに対し、あまりに対照的などんよりとした青春時代を送ってきたブラックマヨネーズが自身の辛い青春エピソードをぶつける企画。今回は先週に引き続き高校時代編。中学まではどんより時代でしたが、はい、おお、すげえ、めっちゃ上がってますよ。はい、理由を見てみましょうか。こちら、高校デビューを狙って、再編中学時代はあかんと思ったから、うん、はい、もう高校生に上がった時に全部変えたろうと思って、うん、髪の毛も伸ばして、はい、もうブリーチも当てて、その頃なんてもう毛根の無駄遣いしまくりやん俺だから。確かに刺激がありますもんね。ブリーチなんて今絶対できへんけど、見た目から変えて、でクラブも始めてラグビー部に入って、おー、すごいとか考えてる。あ、ここから出るなんか髪の毛余ってるやん。今まで伸ばしたことなんか嬉しいから、もうヘッドギアがこれパサって出すから。すごい。もうそれまでやったら口聞けへんかったようなサッカー部の人間にもこう、はい、もう同列の目線でこういきなり声をかけるっていう攻め方したりして。おお、すごい、高校デビュー成功ですよ。キラキラのあったね。うん、ちなみにその吉田さんはどんな部活されてたんですか。俺弓道部。ああ、なんか担任みたいですね。明らかにおるやろ担任。すごい弓道できる感じが。できそうな。なんで弓道部入ったかっていうと、そのやっぱり性欲的なものがあって。大丈夫ですか。大丈夫ですか。関係ある。だって小学校でもあんな感じだったのに、こう、こうなったら。弓道部。弓道部はここだけ五泊の合宿があるの。それ目的。それ目的。なるほど。その3年間それ女性部員はいたんですか。女性部員いるわ。あ、これで分かるわ、この子とこの子が可愛かった。なんか、なんかちょっと、あ、でも髪の毛長い子雰囲気あるな。なんかその感じ分かります、うん、はい、そうそう、だからほんまあのテラスハウスみたいなことが起きるやろ。5枠もあれば、うん、行ったけどやっぱりなんていうのかな、弓道へのやる気が一切俺なかったから、はいはい、すっごい下手で、はいはい、俺だけこうみんなが打つべきところから打つんじゃなくて、はい、だいぶ前から打つ。でこうこうやって指こう離すやんか、はい、でこう弦弦って言うんだけど、はい、あれがパーンってここ当たる時があるのよ、はい、で結構俺ニキビできてたからもう。俺だけなんか血まみれになってた。戦国時代、それちょっと一人戦国時代みたいな。全然モテへんやん、そんな前から打ってるわ、弓道やのに血まみれやん。だからこれ俺弓道部でもモテへんなっていうので、もう最後はもう行ってない。あ、でもね、そんなね吉田さんなんですけど、ここにねほら2つ山があるでしょ。はい、これはね、あのどちらも恋の話なんですって。人生初の彼女ができました。おめでとうございます。やっぱりね、思春期でほんまに15分に1回要はやらしいこと考えるんですよ。でも女性とは喋れへんね、やっぱ緊張するし。シャイ。そんな時にね、不良たちにバーンスカートめくられてももうぐらいで済ましてる女の子おった。はい、おって、へえ。でちょっとまあ夕方そういうエロい気持ちの時に夕方によって夕方ですか。朝方の時もあれば、あの女の子不良にスカートめくられた時もあんまり嫌そうじゃなかった、はい、あいつちょっと付き合ってくれへんかなと思って。あいつやったらエロいことさせてくれんじゃんかと。そういう目的で。そういう目的で。なるほど。という考えです。
電話したんです。はい、だから吉田君と付き合ってほしい、うん、いいよって、即答じゃないですか、よっしゃと。で一回電話切って、はい、でちょっととりあえず今のこのエロい気持ちを解放するために、はい、なんかすっきりしたらめちゃくちゃ冷静になって、なんであいつに告白してもうたの、あいつ全然可愛いないやんけっていうので、はい、電話して、はい、すまんやっぱやめようか、これ女の子からしたらこれきつくないですか、きつい、うん、きつい、15分だけの彼女、ちなみにその当時の写真があります、こちら、はい、これです、何ですかこれ、これはいやいや分かるやろ、誰を憧れと参考にしてるか、これ分かるよな、まあまあまあ僕は分かります、分かるやんな、僕は分かります、うん、ジェームス・ディーン、どこがやろ、どっからどう見てもお前寿司職人の気持ちじゃないかで2つ目の山があってんけど、 ありましたね、ここに、はい、あ、そうそう、弁当屋さんのアルバイトで恋をしました、女子高生をナンパして、はい、自分も高校生で、うん、でまあこいつがバイトしてるって言うから、あ、俺ももう付き合ってるみたいな感じだから、はい、キスとかもしたことなかったけど、はい、じゃあ俺もその弁当屋さんで働くわって言って働いて、だからほんまにまあ青春らしい青春なんですよね、はい、うん、一緒のバイト行って、ただそのなんやろ、この思春期とかの時ってほんま些細なことで人のことを嫌いになってしまわへん、そうですか、この彼女がレジやってんけど、はい、忙しい時に、500円になります300円になりますなりますなります、このなりますなりますの言い方が飛びます飛びますみたいな、なんでお前がそう思うんだよ、これでなりますね、それ考えすぎじゃないですか、それは、まあ、それがちょっと気に入らんということで、はい、すまんけどもうちょっと別れてくれ、それの理由はちゃんと伝えたんですか、いろんな理由をね無理やりねじ込んで、はいはい、別れさせてもらってんけど、双子なんですよ、おお、可愛いの双子で、顔はほんま可愛い、はい、ただ俺はなりますが嫌で、はい、妹と別れた、はいはい、これ姉ちゃんは見た目一緒でなります言えへんから分かんなくて、俺電話したんですよ、この間まで妹と付き合わせてもらってた吉田やけど、はいはい、ちょっと付き合ってくれ、アホかそうでしょ、まあ、それがだから2回目の恋、なるほど、じゃ小杉さん見てみましょうか、はい、おお、お前も、おお、人生初が彼女高生デビュー、コンビニでバイトしたんですよ、はい、その時に2つ年上の女子大生の人と仲良くなって、はい、まあちょっともうその時僕ノリ軽くなってたんで、はい、こう試合見に来てくださいよとか言ってて、ほな大学生の人が見に来てくれたんですよ、ほんで高校最後の試合の大会のその試合で準々決勝にもベスト8に入ったらしてわ盛り上がってキャーってなって、ほんなら大学生のバイト先の女の子がある日手紙くれて、はい、試合見に行ってて楽しく喋ったけど実は小杉君のことが好きでしたみたいな、向こうからパターンですね、で嬉しい、好きやったけどその気持ち伝えようかなと思ったけど最後の試合見に行った時同級生の女の子に黄色い声援を浴びてる小杉君見て私みたいなおばさんが出る幕じゃないと思って、気持ち諦めようと思いました、でもあの試合の後私のとこに来てくれて勝利の報告してくれましたよねみたいな、その小杉君見て自分の気持ちに素直になろうと思いました、もしよかったら付き合ってくださいみたいな、うわめっちゃけなげや、その時俺もバイク乗ってたからヘルメット持ってバーンすげえ、その子乗ります乗りますって乗ります乗ります、いや何でやろや、何で乗りますのテンポ出てくるんだろうに、いやでもね、うん、星がねそこで頂点なんですけど、はい、そうですここ彼女が急落下してる、その子ほんまに可愛くて、はい、一流企業に就職したんです東京の、はい、遠距離恋愛になって、うん、ほんなら急に電話かかってきて京都帰んねんみたいな、おう、でもお父さんとお母さんには明日帰るって言ってんねんみたいな、お今日は一緒にどっかにお泊まりせえへんみたいな、うん、そういうことですよね、そう、はいはい、初体験がまだです、まだまだ、でもいきなりそんな言われて宿泊先、はい、俺全然知らんかったん、はい、下調べしてなかったん、はい、
だからもう朝までただ徘徊して、場所どこにあるかそんな知らんやん。まあ、そうですね。だからもう今はそういうとこがどこにあるかすぐチェックするようにしてる。こんな青春時代をね経たブラックマヨネーズさんなんですけども、2人がマイジェニメンバーにちょっと伝えたいことをまとめてみました。3軍は力をため込んでんで、もう43ですけど、まっから男前で1軍でそのまま成功してるっていう人はほんま少ない。やっぱりこう俺ら不遇の時代があるから、パワーがあるんですよね。傷ついた回数も絶対違うんですよ。まあ、それはね、ちゃうでしょうね。ああ、出てもたね。黒くんはどうなってんねん。黒くんは心の声がすぐ出すぎやろ。どうなってんねん、あいつは。だから、まあ、やっぱこう、不遇の時代を生きてるやつは強いんで。なるほど。やっぱり侮らないでくださいっていうことをね。いやでもすごい勉強になりましたね。そうそう、高橋どうでした？やっぱなんか舐めてたら3軍に1軍も抜かれるなって思いましたね。めちゃくちゃ1軍目線やからやばいです。彼はポジティブだね。彼はポジティブ。何クソっと今もたまった俺たち。